13歳的基礎論の13回目の授業をしていこうと思います。ですね、今日が最終回になります。来週は予備日になっているんですけども、予備日行いませんので、今日が最終回になります。それ、あれですね。このスケジュール見ればですね、こうですね。これですね。今日は1月26日で、来週予備なんですけども、やらないことになります。順調に進んでいったという言い方がいいのかどうかわかんないですけども、そういう形になりますので、よろしくお願いします。だから、来週はこのズーム、来ないでください。はい。よろしくお願いします。で、この講義、だから、終わりになるんですけども、こういう感じですね。この2部グラフの最大マッチング問題の、話から始めて、一般グラフの最大マッチング問題、2部グラフの最小非完全マッチング問題と進んでいって、年が変わってからこの一般グラフの最小非完全マッチング問題の話をずっとしてきたという感じになっています。でですね、前回この一般グラフの最小非完全マッチング問題に対する主相追放というものがどんなものなのかということを説明しました。説明したつもりになってまして、実際に停止する場合には、その停止した時に得られている解完全マッチングが最小非完全マッチングであるということを説明したつもりになっております。で、今日は、その多項式時間で実際に動くんだって話をしようと思ってます。けども、前半はまず前回の復習、その主相追放は何だったかってことを、もう一回振り返る、ということをしようと思います。はい。で、最小非完全マッチング問題、もう一度何だったかというと、グラフがありまして、辺に対しては、皮膚の辺費用関数、皮膚の費用がついている。で、出力したいのは完全マッチングで、辺費用は最小のものですね。こんな感じのものということでした。はい。で、存在しない場合は存在しないと出力するんですけども、存在することは仮定します。今後。存在するかどうかってことは、最大マッチング問題を解けばわかるので、存在するってことは仮定してやってきます。で、前回の内容ですね。一般グラフの最小非完全マッチング問題を解くためのアルゴリズムを記述しました。で、そのアルゴリズムが定義したとき、正しい出力、つまり最小非完全マッチングが得られるということを証明したということですね。で、これが前回の話で、今日はこのアルゴリズム、主相追放のアルゴリズムが多項式時間アルゴリズムであることを証明しましょうということになります。証明といっても、完全な証明というよりは、雰囲気の話になるかもしれませんけれども、その雰囲気をお伝えします。で、何をしていたかっていうと、このような整数計画問題を考えていたわけです。何だったかというと、赤いのがなければ、2部グラフの最小非完全マッチング問題を解くときに使った、整数計画問題と同じなんですけども、この赤いのを追加していると、これはキカット不等式っていうふうに言っていたわけですね。と呼んでいて、これを追加したような、整数計画問題を考える、整数計画問題を考えるというような形にしていて、で、これを追加しても、その、整数計画問題としては、問題が変わりませんということをお伝えしたわけですね。で、これの整数計画、これ整数計画問題なんだけども、これの線形計画緩和を考えます。それは何かっていうと、ここの部分をこれ変えてるわけですね。もともと0か1という値しか取れなかったのが整数計画問題の時の制約だったんだけども、それを0以上という形に変えたのが線形計画緩和です。で、この、線形計画緩和の最適解で、もともとの IP の許容量のないものが存在するってことを示したのが何回か前、2、3回前の話だったということになります。で、これをもとにすると、主相追放のアルゴリズムを作れるかなという感じがしてきたっていうのが前回の内容で、実際にそれを作りましたっていうのが、やったことです。で、その主相追放は何だったかっていうと、主相追放っていうのを考えるためには、まず相追問題っていうのを作る必要が出ました。で、相追問題はここに書いてあります。相追問題では、これですね、各頂点に対する変数と、各その C の要素に対する、変数 Z ですね。もう一度これ C なんだったか書いておくと、C っていうのは、頂点部分集合の集合で、S の要素数は奇数で、S の要素数は3以上で、なおかつ、補集合の要素数も3以上ですね。
こういうものでした。はい。で、集合の集合のことを、集合族と呼んだりするんですけども、まあ、ちょっと今日こういう言葉が出てくるかもしれないので、一応言っておくと、集合族っていうふうに言ったら、それは、集合の集合のことです。だから、この C っていうのも集合族です。あ、集合の集合もちろん集合なんだけども、それがその集合の集合であるってことを強調するために集合族と言ったりします。はい。で、これは何だったかというと、これは相対問題ですね。で、相対問題はこんな形で書けるということでした。はい。それで、何をするかというと、その相対法というのはこういうことをすると。何かというと、X というのは、X というのは、0、1ベクトルだから、これはその IP の許容解になろうとしているものだと思ってください。で、Y と Z は DLP プライムの許容解。先ほどお見せした、相対問題の許容解です。で、この X と YZ は必ず相互性条件を満たすようにずっと、保ち続けられます。これは普遍条件です。で、これで最終的に X をLP プライムの許容解にするようにアルゴリズムは動いてきます。で、そうすると最終的に X は LP プライムの許容解で、YZ は DLP プライムの許容解で、それら相互性条件を満たすので、X は LP プライムの最適解になります。それが相互性定理からわかります。って話をしていたわけですね。で、なおかつ、LP プライムの最適解として得られた X っていうのは、必ず0、1ベクトルなので、これは IP の許容解にもなります。つまりこの時点で X は IP の最適解であるということが言えるということになって、これで最小費用完全マッチング問題が解けるという仕組みになっているというのが主相対法でした。で、これを実際にやりましょうっていう話を前回アルゴリズムとしてお話ししたということです。で、その例をちょっとやってみましょう、もう一回。あ、その前に、これをやりたいんだけども、これをそのまんまやろうとすると問題があるって話をしました。で、何が問題かというと、もう一回戻ると、これですね、この DLP プライムっていう、この相対問題を解こうとしてるわけです、実際に。で、解こうと思ってるんだけども、ここには変数が YV というものと ZS というその2種類のものがあるわけです。で、特にこの ZS というものは、この S が C の要素であるような全ての S に対して考えられているわけです。で、何が問題かっていうと、この C の要素っていうのは膨大にあるわけです。膨大にあります。で、膨大にあるので、その膨大にあるような、その C の要素、S それぞれに対して ZS っていう変数をそのまま、このアルゴリズムの中で保持してしまうと、その時点で容量が多項式を超えてしまいます。多項式サイズを超えてしまいます。それがここに書いてあるんです。なので、その ZS っていうのをそのまま、そのアルゴリズムの中で持っておくってことはできないわけです。多項式アルゴリズムを作ろうとしたら。ってことなので、そこをまず克服する必要があります。でそのために何をするかっていうと、その問題の点の克服法がこうなります。Z を格納するときには、ZS が0になるような S は無視します。無視って格納しない。あるいはその格納されていない S に対しては、ZS イコール0であるということを、アルゴリズムの中でその情報を覚えておく。で、ZS が正になるような S に対してだけ ZS は格納します。保持します。アルゴリズムの中で。で、アルゴリズムの中では、その ZS が正となるような S の数が、グラフのサイズの多項式にしかならないってことを、今日説明します。これはだから、アルゴリズムは多項式時間で動くためにこれ必要な条件です。ので、これは今日説明します。後で説明します。で、まあ、そういうものだと思って、アルゴリズムの流れを見ていきましょう。で、こういう問題の例があるとします。これは、8個頂点があるグラフで、各辺に、費用が書いてあります。はい。これ、完全マッチングのグラフになってます。で、何をするかというと、2部グラフの最小費用完全マッチング問題の時と同じように、各頂点の、についている、その、各頂点 V についている相対問題の変数ですね。YV っていうのを、まず、まあ、何か初期化します。まあ、どうでもいいんだけども、初期化します。こんな感じですね。今、この、緑色の数値が、その、Y の値だと思ってください。で、Z の方ですね。
その各集合 S についている Z のファイルを全部ゼロとします。だから何も保持してませんという状況です。で、何をするのかというと、まず、これですね、その装置問題の、不統合が統合で成り立っているような、変を全部取り出してきます。これもその2部グラフの時と同じですね。でそうすると、このようなグラフができます。これを今 H と呼びますね。H と呼びます。で、何をするかっていうと、この H の方の最大マッチングを見つけようとします。見つけます。で、この場合、この青いものですね。見つかるわけですね。で、この一般グラフの最大マッチングを見つけるアルゴリズムにおいては、この最大マッチングを見つけるときと、ときに同時に、花と呼ばれるものもいくつか同時に見つかるということが、その性質としてあったわけですね。だからその花が今、このオレンジで書かれています。で、何をするのかというと、花が見つかったら花は縮約します。縮約します。M に関する花が、C が見つかったらその花を縮約します。で、この H において新しい頂点とします。で、何をするかっていうと、この元々のグラフにおいても、この B、C、F っていう頂点を縮約するんですけども、そうすると、何をするのかというとですね、これややこしくって、ここで、次に相対変数の更新を行うんですけども、例えば A とか H っていうのは、これ元々あった、頂点で、A の相対変数の値は2、H の相対変数の値は2ってなってるんですけども、この縮約した相対変数の値は0から始めます。で、相対変数の値を、プラスイプシロンしたり、マイナスイプシロンしたりするんですけども、それは、どこの頂点をプラスして、どこの頂点をマイナスにするのかってことは、後で説明します。で、イプシロンは頂点において同じだけの値を与えるんですけども、ここでですね、重要なのは何かっていうと、この縮約した後の費用も更新します。もともとですね、この A、と、この B、その縮約したこの BCF っていう頂点の間には、A から B へ8という費用の、変、A から C に10という費用の変がついてました。で、その2つに対応するように、今ここではこう2つ変を、縮約したこの H では書いてるんですけども、その例えば、この A と B を結ぶ変ですね、もともと。A と B を結ぶ変には、8という費用がついてます。8という費用がついていて、B のその相対変数の値が4になっています。そしたら A と B を結ぶ辺に対応するこの H の方の辺の費用は8マイナス4にします。もともとの辺の費用をマイナス相対変数の値にします。で、ここですね。で、これ4までいきます。で、ログの方は何かっていうと、これはこの AC を結ぶ辺に対応しますね。その費用が10で、相対変数の値が4なので、10マイナス4で6が出てくると。こんな感じになります。ですね。で、こんな感じにします。で、このように、その、変の費用を更新して、それで上げ下げして、その、相対問題の許容性を満たさない、満たす範囲で、イプシロンを定めます。で、この場合は、そのままイプシロン1とすればよいということが、その計算すると分かって、こんな形で相対変数が、更新されます。で、今度はこの更新されたグラフにおいて同じことをするということでありますけども、その前にこの縮約したグラフ、縮約したグラフの相対変数の値は元のグラフではどのように解釈されるのかっていうと、それを言っとくと、それは、元のグラフではこの BCF っていう集合の相対変数の値が、1になるというふうに解釈します。それは何かっていうと、S を BCF、として、ZS の値を1とするというふうに、この縮約したグラフでの相対変数、頂点への値の割り当てを元のグラフの方では、この部分集合に対する相対変数の値を割り当てていることというふうに見なすということにします。でそうすると、これ前回ちょっと説明したんですけども、このようにすることで、元のグラフにおいて、ちゃんとこの相対変数の値の割り当てが、相対問題の境界となっているということが証明できるわけです。で、今からやるのは、この縮約したグラフを、見て考えていくということをします。で、縮約したグラフに対して、先ほどと同じようなことをします。何かというと、このグラフにおいて、このグラフにおける相対問題を考えて、その相対問題において、制約が統合で成り立っている部分の辺を取り出してきます。で、こんな感じになります。で、取り出してきたら、このグラフの
最大マッチングをまた見つけます。まあ、こんな感じになります。まあ、これ以外もありますけども、まあ、例えばこれが見つかったとします。で、見つかったらこれに対してまた、相対変数の更新を行うということをします。で、この場合は、そのイプシロンとして、あ、そうか。で、問題は何かというとですね、この BCF っていう頂点の今、相対変数は下げようとしているんですけども、この BCF っていう頂点は、その元々の大きなグラフの Z という変数に対応しているので、この、BCF っていう頂点についている相対変数の値っていうのは0を下回ることができません。ってことに注意する。ちょっとこれ、前回これ BEF って書いてありますけども、これ BCF の間違いです。で、まあ、その範囲で、イプシロンを定めます。で、この場合はですね、この BCF の相対変数、これもともと1だったんですけども、それを0にするように、0にするように更新するっていうことが決まります。だから、イプシロンが1になります。で、ここはちょっとややこしいんですけども、この縮約した頂点の相対変数の値が0になったとします。そうしたら、その縮約を元に戻します。解除します。そうですね。BCF の値が0になったので、この縮約を元に戻すとします。つまり、その縮約されているのは、この Z の値が正であるような頂点部分集合だけで、縮約されていない部分は、じゃなくて、そうですね、相対変数 Z の値が0となるような、部分集合は縮約されないという形になって、そのためにこれ元に戻すということになります。元に戻すときには、この元々の頂点の相対変数の値は、その縮約する前の相対変数の値そのものになっているという形になります。で、今こういうような状況になっているとします。なりましたということになります。で、この状況でまた先ほどと同じことを繰り返します。何をするかというと、ここでまた相対変数、その相対問題の制約が統合で成り立つ変だけを取り出してきます。で、こんな感じになります。で、これで、このグラフの最大マッチングを求めます。で、そうすると、こんな感じになって、で、これでまた、相対変数の更新を行います。すると思いますけどですね。で、これ更新を行うと、こんな感じになると。こんな感じになります。で、また同じことをします。これに対して、相対問題の制約が統合で成り立っている変だけを取り出してきます。で、こんな感じになります。で、これの最大マッチングを求めると、これは完全マッチングになります。で、より完全マッチングが見つかったので、これを出力するということになって、アルゴリズムは終了するということになるわけです。で、実はこの見つかった完全マッチングが、このグラフの最小比を完全マッチングになっているんだっていう話を前回したわけですね。いいですか？で、アルゴリズムの流れをもう一度ちょっと言葉で書くとこんな感じで、まあ、これ言葉で書いたからといって通じる感じはあんまりしないんだけども、まあ、一応お知らせします。まず、初期化します。まあ、これどう初期化してもいいです。この Y と Z が、どう初期化してもいいと言ったらいいで、Z は全部0と初期化して、Y の方は、この DLP プライムの許容解になるように、初期化します。M は空集合から始めます。で、先ほど言ったのは何かっていうと、この H っていうのを構成します。H っていうのは、この相対問題の、制約が統合で成り立つところだけを持ってくるということですね。それによって変を取り出してきて、そこからグラフを作ります。で、そのグラフ H の最大マッチングを計算します。で、それを M とします。で、この時に花がいくつか得られることがある。で、この M が完全マッチングだったら、それがもう実は元の最小比を完全マッチングになっていて終了します。でそうじゃなかったら、相対変数の更新をするんですけども、そこがややこしい。で、その時に、まず、先ほどのその、計算した最大マッチングに関する花が得られていたら、その花を縮約して、その縮約してる、して、できた変の比を更新するってことをします。それはここですね。それはさっき言った通りのことをします。で、その相対境界の更新っていう、そのイプシロンっていうのを定めて、各相対変数の上げ下げをすると、ということで押します。で、それによって、相対変数、縮約した頂点に対応する相対変数の値が0になったら、その縮約を解除します。これ、それが2番ですね。それが2番ですね。
ってことをするということです。で、どのように上げ下げするのかってことを今から説明します。で、それは、最大マッチングを求めたとき、そのエドモンズのアルゴリズムっていうのを動かしたときには、最終的にこんな形の、構造が得られていることになっています。そのマッチングによって飽和されてない頂点がいくつかあって、そこから、辺が伸びていて、その後にマッチング辺があるという形になっているわけですね。で、このオレンジの頂点っていうのは縮約によって、この、アルゴリズムの実行、最大マッチングアルゴリズムの実行によって得られた花が縮約されているという状況です。で、それでですね、何かというと、このプラスイプシロン、マイナスイプシロンっていうのが、この非構造のレベルに応じて決まっているという形になっています。で、このプラスイプシロン、マイナスイプシロンっていうのを、そのイプシロンの値は全部同じなんだけども、その値をどのように決めるのかっていうと、どの辺に対しても、どの辺っていうのは、G のですね。G の任意の辺に対して、これが、この不等式が成り立っていて、あと、このグラフの中で縮約で得られた頂点に対しては、YV、その頂点の相対偏差の値が0以上になるようにっていうのを保ったままできる限りイプシロンを大きくしますってことをします。まあ、そのように定めるということですね。で、そのようにして Y を更新します。で、こういうアルゴリズムでしたということになります。これが前回の復習になります。ここまでは復習ですけども、ちょっとまあ早かったかもしれませんけども、まあ、復習なのでこんな感じですね。よろしいでしょうか。で、この反復で、花は縮約して頂点 V が得られたときには、花に対する、この Z の変数の値を定めて、それはその縮約で得られた頂点の Y の値と同じとするということにするわけです。はい。で、前回証明したことをもう一回言いますと、このアルゴリズムを停止したときには得られる、その出力として得られる M というのが最小非常完全マッチングになり、得られる Y と Z は DLP プライムの最適化になりますということです。つまり、主相追放が提示すれば、主相追放の出力は、我々が望んでいる正しいものになるということが分かるということを前回、まあ、証明というか説明というか、まあ、簡単に雰囲気をご紹介したという感じになっています。はい。で、今日やるのは、実際にこう停止する。しかも多項式時間で停止するということの話をしようと思います。じゃあ、その話に行く前に休憩しましょう。一旦2分休憩して、その話に今日の内容に進んでいこうと思います。ちょっと休憩の準備ですね。はい、休憩ですね。じゃあ、2分休憩をしようと思います。はい、それでは、
休憩を終わりにします。で今からやるのは、この手動追放が必ず停止するって話、しかも、加工式時間で停止するって話をします。で、その時に、その手動追放のところの初めに言った通り、その ZS が正となる S の数っていうのが、ちゃんとその多項式サイズで抑えられるってことをまず証明します。そこからやります。今、これですね、小目標って言ってますけども、ZS が正となるような S の数が大きくないことを証明するってことを言います。でですね、そのためには、まず、アルゴリズム、その手動追放がどういう感じで動いて、この ZS っていうのは更新されたかってことをちょっともう一度思い出す必要があります。これグラフです。これ G です。で、ここからその H っていうグラフを作って、その中で完全マッチ、最大マッチングを見つけて、その花があったら、それを縮約するってことだったわけです。で、まあ、こんな感じで、最大マッチングが見つかって花ができたとしましょう。このオレンジの花だと思ってください。で、そこで縮約するわけです。で、縮約すると、こういうなんか一つの頂点になります。で、またじゃあ、この、できたグラフの中で、H というグラフを作って、また、最大マッチングを見つけるってことをするわけです。で、最大マッチングを見つけたら、ここになんか、花が出てきたとしますね。で、それ、元のグラフでも、この、集合に対応するという感じになるわけです。で、この花縮約します。こんな感じになる。で、今、ちゃんと言ってませんですけども、この縮約した頂点に対応する元のグラフのこの部分集合に対して、Z の値が正になっているということになっているわけですね。じゃあ、このまた、このグラフに対して、H というグラフを作って、最大マッチングを求めるってことをグラフで、アルゴリズムでは行うわけです。手動追放では行うわけです。で、それをやると、なんかこんな感じになる。で、また、花が見つかったとしましょう。そうすると、花は、これは、この黄色い頂点と、黒い頂点を2つ含むような形になっているんですけども、この黄色い頂点っていうのは元々のグラフにおいてはこの3つの頂点を縮約した部分になっているので、このピンクの花っていうのは元のグラフにおいてはこの5個の頂点からなるような部分集合に対応しているということになっています。ですか。で、このまた花縮約しますから、で縮約すると、まあ、こんな感じになるんですね。だからこのピンクの、頂点っていうのは、まあ、縮約によって得られている頂点なんだけども、その頂点っていうのは実際は、この元のグラフにおいては5つの頂点を縮約していることに対応しているということになるわけです。いいですか？で、このようにして、まあ、得られたグラフに対して、また手相追放では H というグラフを作って最大マッチングを求めます。でも、求めると、またその花が見つかるかもしれませんで、まあ、この場合、この4頂点から、ね、花が見つかったとしましょうと。でそうすると、この、ごめんなさい、3頂点からなる花が見つかったとしましょう。でそうすると、この花っていうのは元のグラフにおいては、このオレンジを含む、7頂点ですね。7頂点の花っていう形で、部分集合って形になっているということがわかるわけです。つまりですね、何が言いたいかっていうと、この花が見つかって縮約するっていうのを繰り返したときに、この元のグラフにおいて、その部分集合がどのように生まれてくるかっていうと、交わりを持つんだったら、その場合は必ず包含されています。なんか何を言いたいかっていうと、こういうふうに一つこう花があって、これをもともと宿泊してたんだけども、こういうような、頂点集合と、なんかこういうふうに交わりを持つ別の花っていうのは、出てこない。花が、この、なんて、オーバーラップ、なんだろうな、部分的に重なっているような形で出てくることっていうのはあり得ないということがわかります。このアルゴリズムの動きから。いいですか？アルゴリズム実行中のどの段階においても、このように、その縮約したところに対応する2つの部分集合が、この部分的に重なり合って出てくるってことはあり得ないってことがわかります。アルゴリズムの動きから。それを数学的に書いたのがこの部分です。この部分です。まず何かというと、この C、ダイナリーイコール0と書いたら、それは、C の要素 S の中で ZS が0よりも大きいものだけを集めてきたと思ってください。アルゴリズム実行中の任意の時点において、その中に時点を1個任意に止めます。その止めたその
なんていうの、スナップショットというか、その時刻において、この C 大なりイコールゼロ、あ、大なりゼロっていう、集合族を作ります。だからこの集合族っていうのは、その時点によって変わってくるんだけども、まあ、その任意の時点を考えましょう。任意の時点のところで、この C 大なりイコール、あ、イコールじゃない、大なりゼロ。C 大なりゼロっていう集合族を作ると、先ほど言ったように、オーバーラップ、その部分的にオーバーラップをしているような二つの要素を、この C 大なりゼロという集合族は持たないということになります。で、そのオーバーラップ、その部分的に重なりを持つようなことがないということを書くと、こうなります。何かというと、その二つ S と T を取ってきたら、S と T は方眼関係を持っているか、あるいは交わりが空集合です。だから、S が T に含まれるか、T が S に含まれるか、S と T は共通部分が来るか、このどっちかです。あ、この3つのどれかが必ず成り立つ。ということになります。これは先ほどのその、ちょっと前に戻ると、この図におけるそういうイメージですね。ピンクとオレンジは交わってない。共通部分空集合。だけども、あ、色の、色で言っちゃいけないかな。このピンクの部分と、このオレンジの部分っていうのは、共通部分空集合。ですし、黄色は、黄色ですね。この黄色い、この集合は、ピンクのこの集合に含まれている。あ、こんな感じですね。だからこの、部分的に重なりを持っている形っていうのは出てこない。という条件がここに書いてあるんです。いいですか？だからこのような、性質を、この S、あ、S じゃない、C 大なり0っていうのは満たしています。で、ちなみに言っておくと、この C 大なり0っていう集合族の要素集が、この ZS が正となっている S の総数です。いいですか？だから今からやりたいのは、この C 大なり0っていう集合族の要素数が小さいんだってことを証明したいということになります。で、その時に使うのは実はここに書いてある性質だけです。この性質だけ。その部分的に重なっているような2つの集合がない、要素がないということだけを使います。で、この条件が重要なので、この条件を満たすような集合族には名前がついていて、それをラミナ族と言います。ラミナ族。これですね、ラミナ族と言います。ラミナっていうのはちょっと日本語にしにくい。まあなんか日本語で相続と、いうこともあるんですけど、あまり通じないんですね。専門家はみんなラミナ、ラミナと。ラミナでラミナーと言ったりしますね。なんか、ラミナーっていうちょっとそのイントネーションあんまり好まないんで、ラミナーと言います。ラミナ族。で、それが何かっていうと、この部分、この集合族です、ね、集合族 F がラミナ族であるとはって言い方しますけども、それは、その F の要素 S と T を持ってきたら、それが先ほどの3条件のどれかを満たすということです。で、今からやるのは、あ、で、その、ここでは有限集合 V の部分集合の集まりというふうに言ってました。この V って今ここで固定してますね。これも重要ですね。だから、部分集合の集まりなんで、それは V のべき集合の部分集合です。ちょっとこれ、もし忘れてる人がいたら、これは V のべき集合ですね。べき集合っていうのは部分集合全体の集合です。はい。で、下に例があって、例えば、V っていうのが、1、2、3、4、5、6あって、こんな感じですね。で、F っていうのはこういうふうに今作ってるんですけども、この F はラミナ族です。ラミナ族です。で、どういうイメージを持ってほしいかっていうと、まずここにはですね、要素数1の部分集合、1、3、4とありますね。で、それまず書いてみましょう。あ、それを書いて、これ全部書きました、ね。すいません。その、ここに現れている集合、1、1、2、3、3、4、3、4、5、4をちゃんとこの中で、楕円で図示してます。ですね。1、3、4っていう要素数1の集合と、1、2、3、4っていう要素数2の集合と、3、4、5っていう要素数3の集合があります。で、それでなっているというのがこの F です。で、これはラミナ族なんですね。ここに書いてある性質に立つ。つまり、先ほど言ったみたいに、この2つの楕円がこう、なんか部分的に重なってるっていうのが、これがなると。いいですか？
で、こんな感じの、集合族がラミナ族です。ラミナ族です。で、ラミナ族が重要な性質を持っているってことを言いたいんですけども、ラミナ族今このように図で書いてるんですけども、今から行う証明では、ちょっとこの図の書き方だと、ちょっとイメージがわかんないし、証明が書きにくいので、ちょっと別の、図示の仕方をしようと思います。で、それが、この熱気球を用いた表現です。これどういうふうに書いてるかっていうと、これは、ただ単に、集合の方眼関係に関する F の発生図です。で、それで通じれば話は早いんですけども、今言ったことは書きますね。方眼関係に関する F の発生図に最大限を付け加えた。ですね、まずこれ、じゃあ、この発生図とか、最大限とか、わかんないかもしれないので、この図を、のイメージをお伝えします。何かというとですね、ここに、6個点があります。で、この6個の点が、この F という集合族の要素に対応します。要素に対応します。この場合は、この場合は、この場合は。で、どういうふうに対応してるかっていうと、1という集合は1に含まれてます。含まれてます。で、含まれてるときにこういうふうに線を引くと。思ってください。いいですか？で、3という集合は3、4に含まれてるのがこういうふうに線を引く。で、実は3という集合は3、4、5という集合に含まれてます。だから今言った規則に従おうとすると、この3と3、4、5の間にも線を引かないといけないかなっていう気がするんだけども、実は、3が3、4、5に含まれてるっていうのは、という事実は、3が3、4に含まれているっていうことを表す辺と、3、4が3、4、5に含まれているってことを表す辺をたどることでわかります。から、そういうことが、そのたどることでわかるような線っていうのは書かないということにします。書かないことにします。で、そうすると、3、4も4に含まれているので、ここを引きますけども、3、4、5にも含まれているんだけども、それは先ほど言ったように、たどることでわかるので書かない。で、こんな感じで引きます。で、そうすると、2つの部分ですね。左の部分と右の部分っていうふうにできるんだけども、そうするふうにしてると、ちょっと扱いにくいので、その統合するための頂点っていうのを一番上に置くというふうにします。で、このようにして、ラミナー族を表現するんですけども、重要なのは何かっていうと、先ほど言ったような、この部分的に重なりですね。これがない。これがないので、ちゃんとこのようにして、図を作ると、ここに現れる図が熱気球になります。必ず熱気球になります。この場合、その1、2と3、4、5は、共通要素を持たないわけです。持たないので、その期において、違う部分的にこう分かれていくってことが、そこで表現できるわけですね。で、一方、その方眼関係があるっていうのが、この部分がどのように作られていくのかっていうことに対応することになるわけです。いいでしょうか。で、こんな感じで、ラミナ族から必ず熱気球が作られます。いいですか。ちなみにですね、実は、これ、今ラミナ族なんですけども、この1、2、3、4、5、6っていうのを付け加えても、この、集合族はラミナ族になります。で、その場合には、この1、2、3、4、5、6っていうものの上に新たにこう付けるのは冗長なので、それは書かないで、この1、2、3、4、5、6っていう、頂点を付け加えて、この熱気球の構成は終わりにします。終わりにすることにします。はい。あとですね、もう一点注意があってですね、今これその F という、なんだ、集合族が、1、2、3、3、4、3、4、5、1、2、3、4、5、6って、今こういう集合族なんですけども、F っていうのは。
実はですね、これに空集合を付け加えても、これはラミナー族であるという定義を満たします。満たします。満たします。で、そうすると、この空集合もここに書きたくなるんですけども、空集合を先ほどのルールに従って書こうとすると、ここら辺に空集合が出てきて、なんかこんな感じで、線が結ばれるという形になってしまいます。そうすると、これはですね、熱気じゃなくなっちゃうんですね。熱気じゃなくなっちゃうので、こういう時には空集合は図示しないというふうに、します。で、そういう意味では、そういう意味では、この、ラミナー族、ラミナー族、これはいけないな。ラミナー族から、熱気儀が作られるっていうふうに言ったんだけども、熱気儀から逆にラミナー族を1位に復元することはできないので注意をしてください。それはその空集合が、この熱気儀には含まれないからです。まあ、いろんなところでは空集合は無視するので、無視するっていうのは、空集合は重要な役割を果たさないので、特に今からやるその、この C バイナリゼロっていう、集合族では、には、空集合、これ、要素として必ず含まれませんので、そこはあんまり気にしないことになります。気にしないというか、本質的にならないことになります。この図示はよろしいですか？で、そうすると、何が言いたいか、先ほど言っていた、この F、ラミナー族の要素数ですね。っていうのは、まあ、大体、この熱気儀の濃度数になるわけです。まあ、大体って言ってます。空集合を無視するとか、この一番上の濃度が、F の要素に対応する場合と対応しない場合があるっていうふうに言ってるんで、まあ、それはそのプラスマイナス2ぐらいあるんだけども、なんか大体、この熱気儀の濃度数っていうのが、この F の要素数になります。で、今からやりたいのは、この F の要素数っていうのが、小さくなるってことを証明したいんですけども、その時にこの熱気儀の表現が生きてきます。生きてくるから、考えやすくなります。熱気儀という表現をしているから考えやすくなります。で、それを説明します。はい。で、それはこれですね。F がラミナー族であるんだったら、まあ、F から空集合を取り除いた、ところの要素数っていうのは、V の2倍マイナス1になります。1以下になります。V っていうのはもともとこの集合族 F っていうのが、どの集合の部分集合の集合であるのかってことを表している V ですね。これ、不等号ですね。これ例ですけども、これ、V が6で、これは空集合を含まない例ですけども、だから F は1、2、3、4、5、6、6個の要素を持っている。で、実際にこの 2V-1 っていうのは、これは計算するとこれは11になりますから、で、6は11未満なので、この例ではこの式に立っているということがわかりますね。ことになります。で、これ一般的にも証明できますということになります。ちなみに先ほどの、C、バイナリゼロ。これはラミナー族なんですけども、この C バイナリゼロっていうのは、考えていた頂点の部分集合の、あ、頂点集合の部分集合を集めたものなので、これはその、これですね、2V の、2の V 乗の部分集合なんですけども、この V っていうのは、グラフの頂点集合ですね。で、それで、上の性質を、が正しいと仮定すると、この C0 には空集合含まれませんから、これは 2× 頂点数マイナス1以下ということがわかります。つまり、何を言ってるかっていうと、ZS が0よりも大きいとなる S の総数っていうのは、必ず 2× 頂点数マイナス1以下になると。だから、その Z っていう相対変数をアルゴリズムを持ってるんだけども、それがその0よりも大きいところだけを保持するようにすれば、その保持している部分のメモリーの量っていうのは、頂点数に関して線形で抑えられるということが分かって、ちゃんと使うメモリーの量が多項式になっているんだということは分かります。
ってことが結論として言えるっていうのが、この性質からわかります。ですか。で、今からこの性質を証明します。いいですか。それを今からやっていくと。で、これは、この V という頂点、頂点ですね、より有限集合の、に関する機能法としてやっていきます。で、まず、これ1の場合でやりますね。で、1の場合なんで、まあ、この要素としてあり得るのは1だけっていう、こういう感じなんです。で、そうすると、あり得る、その、この1という集合、1だけという集合から作られるラミナ族っていうのは、ここに書いてある4つに限られると。これと、これと、これと。ですね。何も要素を持ってないっていう、ラミナ族。これ本当に、これラミナ族と言っていいかどうかわかんないんだけども、まあこれは定義上そうなんで、これはラミナ族。で、空集合だけを要素として持つ族とか、空集合と1だけとか、1だけとか、こういう4つができます。で、これ、どれ見ても、空集合以外の要素の数は0か1なので、それは 2V-1 以下に必ずなっているということがわかります。だから、V イコール1の時は成り立ちます。V で要素それが1の時は成り立ちます。いいでしょうか。じゃあですね、そうじゃない時。V が、の要素数が2以上の時。で、V の要素数が N 以下、N 未満の時は正しいと仮定するんで、これ機能法ですね。これ機能法ですね。で、今、じゃあそのラミナ族 F 考えるんだけども、そのラミナ族をこういう感じで、熱機器として表現したとしましょうと。で、そうすると、この、まあ、根のところは、この V という全体集合に、関係する、に対応する要素であるか、あるいはそうでないか、その人工的につけた要素、ノードであるか、ではあるんだけども、まあ、それは、どちらであったとしても、それのこの、個があるわけです。まあ、個がなかったら、そもそも、この F の要素数、1になりますから、証明終わってるんですけども、まあ、個がある場合だけ考えます。で、ここが今、ここで、この例では5個ある。一般には K 個あるという場合を考えます。で、そうすると、この S1 と S2 の間には、包含関係ありません。この図の作り方から。だから、その2つの、集合の共通部分は必ず空集合になっています。まあ、これ重要なポイントです。重要なポイントです。つまり、この例では何が言えるかっていうと、V っていう集合は、S1 と S2 と S3 と S4、すみません。これが書きたかったことじゃないんで、ちょっとこれ直すと、何が言えるかっていうと、今、ここの性質から、V の要素数っていうのは、この S1 の要素数と S2 の要素数とか、点点点プラス S5 の要素数を足したもの以下になることがわかります。共通要素ないですからね。だから、なんか V っていうのがあったら、ここら辺が S1、ここら辺が S2 とか、こんな感じになってるんです。いいですか？だから、これ、何とします。だから、今やりたいの、V の、すいません、V の、ちょっと待ってくださいね。今、私が言いたかったことは、やっぱりこれじゃないですね。これ書いてることは正しいんだけども、これ言いたかったことじゃないんで、ちょっとこれやっぱ消します。すいません。ちょっと今、混乱してますね。言いたかったことは、この図です。こんな感じになってます。こんな感じになってます。で、次の集合図を考えるって書いてますね。これ FI っていう集合図をこれ考えます。これ何かっていうと、この、表現っていうか、図示において、S1 を根とする部分量を考えます。そうすると、実はそれもラミナなんですね。こんな感じですね。この S1 を根とする、この部分だけの集合を取ってきて、集合族を作ります。それを F1 と呼びます。で、ここですね。で、同じように F2、F3、点点点、FK っていうのができます。で、そうすると、ここのその S1 っていうのは、これは、熱機器になって、S1 を根とする熱機器になってますから、この F1 っていうのもラミナ族なんです。で、F5 っていうのも、これもラミナ族なんです。ここもラミナ族です。全部ラミナ族です。ってことがわかります。それを書いたのはここですね。各 Fi は Si をその元とする集合とするようなラミナ族になっています。
で、重要なのは何か、もう一個重要なのは何かっていうと、もともとの F に含まれている集合は、この下のどこかに必ず含まれています。それが V じゃない限りは。どこかに含まれています。で、この二つの、性質を使います。で、まず、FI はラミナー属ですから、まずじゃなかった。で、今からやりたいのは、これですね。F から空集合を取り除いた集合の要素数を、要素数を測りたいと言っています。で、そうすると、まず、上で言った通り、この下の方ですね。F の要素で V 以外のもの、V と空集合以外のものはこの黄色の部分に入ってますから、黄色の部分の要素数に、まあ、V を表す1をつけたもの以下に必ずなります。以下っていうのはこの1がないかもしれないからです。この V が F に入ってなければこの1がいらなくって統合になりますけども、そうじゃない場合には1をつけると不統合になります。はい。で、この、F1 から FK ですね。こっちの方。こっちの方が機能法の仮定から、この SI の要素数の2倍マイナス1以下になるということがわかります。これ機能法の仮定です。機能法の仮定はここで使っています。ですね。で、そうすると何がわかるかっていうと、F の F マイナス空集合の要素数は、1プラスこの和 2SI マイナス1になるんだけども、ここでちょっと倍だけがあって、何かっていうと、先ほどの、このなんか V、S1、S2、なんかこういう図があったんですけども、これがその S1 から SK で V がぎっしり詰まってる場合と詰まってない場合で倍分けします。つまり、これですね。この要素数が、の和が V と統合で結ばれるか結ばれないかで倍分けをします。で、統合でになってるとき、統合になってるときっていうのは、この先ほどの熱記事を考えると、必ず、この根の子が2個以上あるんですね。なんでかっていうと、そうじゃないとすると、そうでないとすると、こうなってて、こうなってる。形になっていて、で、上の、頂点はダミーの頂点で、ここが今 S1 になってるんですけども、この統合が成り立ってると、この S1 っていうのは、それがそのまま V になっちゃいます。で、V があったら、この、ダミーの頂点をつけないっていうふうに言っていたから、こんなふうにはなんないわけです。これは存在しない。で、そうすると、実際この S1 っていうのは根の子だったんだけども、実際これ根になってしまうから、そういうことは起きないってことになってしまって、これ矛盾になります。だから必ず子は2個以上あるってことがわかるわけです。だから K は必ず2以上になります。で、この、条件を使うと、ここの部分は2つ以上の和になるので、この、すいません。その前に。今言ったのは何かっていうと、この部分をそのまま、展開すると、これと等しくなります。だから、これは今、これ、不等号も成り立ってるんですけども、実際はこれ統合になります。統合でこうなります。ここで、この条件ですね。使ってますね。使ってますね。で、使うと、これ統合が得られまして、で、こうなるんだけども、ここで、K が2以上だってことを、使うと、1マイナス K が、1以下に、じゃ1マイナス K がマイナス1以下に、マイナス1以下になるので、最終的な結論が得られるということになります。いいでしょうか。で、そうじゃない場合、この V の要素数が SI の要素数の和よりも真に大きい場合、真に大きい場合は、SI の要素数の和っていうのは V の要素数引く1以下になります。この真の不等号を統合付きの不等号にするとマイナス1になります。ですね。で、この場合は、まあ、もしかしたら K が1の場合もあるかもしれませんけども、まあ、1以上であるということは確約されています。子供の数ですからね。でそうすると、この計算をするときに、ここですね。ここの部分が、2V マイナス1マイナス K になります。以下になります。それで、これ、ここでこれを使ってるわけですね。こう使っています。で、K は1以上なので、
ってことを使うと、この不等式でやられて、最終的に 2V-1 という欲しかった式が出てくるということになります。で、どちらの場合でも正しいということが分かったということで、証明が終わります。よろしいでしょうか。はい。で、そうですね。これが証明できたので、つまり、先ほど言った通り、相対変数、その Z の中で、アルゴリズムが保持しなくてはいけない部分の数っていうのが、グラフの頂点数の2倍で抑えられるということが分かって、その、保持しなくてはいけない相対変数の、分量っていうのが爆発しないということが分かったということになります。それがここですね。まとめに書いてあるわけです。よろしいでしょうか。という形で、一応その、保持しなくてはいけない相対変数の量っていうのが、まず多項式で抑えられている。多項式サイズで抑えられているってことは確認しました。いいでしょうか。じゃあ、あとはですね、その、アルゴリズム全体が多項式ステップで終わるってことを説明していきます。で、ちょっとここは、雰囲気だけのお伝えになりますけども、まあ、そんな形で、やってきます。で、それが計算量の話になります。はい。で、この相対法では何をしたのかってことをもう一回、思い出すと、一般グラフの最大マッチング問題とかアルゴリズムっていうのを繰り返し実行します。で、その中で、で、その後にその相対、境界の更新、そのイプシロンの上げ下げっていうのを、またこれも繰り返し実行します。またですね、花の縮約や縮尺の解除っていうのも繰り返し実行するわけです。で、これらが何回行われるのかってことを考えます。で、まず重要なのは、この一個一個ですね、この一般グラフの最大マッチングを解くこととか、相対変数の更新とか、花の縮約や解除っていう、その一個一個の操作はまず多項式時間で行えるってことが重要です。で、相対変数の更新や花の縮約解除っていうのが多項式時間で起こるのはすぐわかる、できるっていうのはすぐわかるんですけども、この一般グラフの最大マッチングを解くことが多項式時間で できるっていうのは、それはちゃんとその、多項式時間アルゴリズムを使って行う必要があります。で、それは第5回の講義でやった通り、一般グラフの最大マッチング問題が多項式時間で解けるっていう事実を使います。はい。で、これが何回行われるのかと考えるんですけども、ちょっとここからは雰囲気なんですけども、まずこの相対変数の更新のところを考えてみましょう。で、それもう一度見るとこんな感じでやってたってことですね。この、まあ、プラス、マイナス、プラス、マイナスって形で、相対変数を上げ下げするんですけども、その上げ下げっていうのは、できる限り上げる、できる限り下げる、まあ、できる限り大きなイプシロンを選ぶってことでやったわけです。でですね、まず、まあ、この図を見ていただいて、これ重要なことを、まず言わなくちゃいけないんですけども、まず、このグラフに現れている辺は、全部これ H の辺です。この黒いものも含めて。この黒いものも含めて H の辺です。だから、で、この、イプシロンを上げ下げするときには、ここに書かれている制約を満たすようにやらなくちゃいけないというふうに言ったんだけども、ここに書いてあるこの辺っていうのは、これは先ほどちょっと言った通り、これは G の辺ですね。G の辺です。だから G の辺っていうのは、この、H の辺の中に現れていない辺もあるわけです。うん。だから何を言ってるかっていうと、この、図に現れていないところに変があるかもしれないということを、まず、頭の中に思い浮かべてください。で、それで、プラスイプシロンとかマイナスイプシロンもやります。で、例えば、プラスイプシロンとか、マイナスイプシロンを、あ、そうか、そうか、そうか、だから、まず順番に言わなくちゃいけないのは何かっていうと、今ですね、この H の辺があります。H の辺があります。で、H の辺を見てみると、どういうふうになってるかっていうと、どの H の辺を見ても、その両端点の、相対変数の上げ下げを見ると、必ず片方がプラスイプシロンで、もう片方がマイナスイプシロンになっています。それは嘘かもしれない。今言ったのは嘘で、片方がプラスイプシロンになっていれば、もう片方は必ずマイナスイプシロンになっています。マイナスイプシロン同士っていうのはあり得るんですけども、ここにちょっと薄く書いてあるように、マイナスイプシロン同士っていうのはあり得るんですけども、プラスイプシロン同士を結ぶような辺っていうのはありません。なんでかというと、例えばですね、もしこのプラスイプシロン同士を結ぶ辺が、例えばここら辺に、これにあったとすると、何が起こるかっていうと、これは、ここで
赤、青、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 赤っていう増加度があるとなってしまいます。つまりこの青いマッチングが、今ここの、グラフにおける、最大マッチングだったということに矛盾します。だから、この、ここにはプラス同士を結ぶような辺はないんだけども、他にも例えば、まあ、ここら辺にもプラス同士を結ぶ辺があるかもしれないんだけども、こういうことがあったとすると、この場合には、ここに花があることになってしまいます。しかしですね、先ほどエドモンズのアルゴリズムにおいては、花が見つかったら必ず縮約してますから、こういうことは起きません。つまり、プラス同士を結ぶような辺っていうのはないということが、この H にはないってことがわかります。これは何を言ってるのかというと、これは何を言ってるのかの前に、で、なおかつ、このグラフの今のこの見え方において、赤い辺とか青い辺っていうのが、そのエドモンズのアルゴリズムによって探索された部分の辺なんですけども、この赤い辺とか青い辺の両端点は必ずプラスイプシロンとマイナスイプシロンになってます。まあ、ここら辺とかですね。ここら辺とか全部そうですね。青い辺も赤い辺も必ず、片方の端点がプラスイプシロンで、もう片方の端点がマイナスイプシロンという形になっています。つまりですね、例えば今、この辺、ここが U っていう頂点、ここが V っていう、頂点だとすると、この辺が H に現れているということは、小対変数 YU と YV の和っていうのが必ず CUV と等しくなっているわけです。等しくなっています。これ場所が悪かった。等しくなっています。等しくなってるんですけども、等しくなってるんですけども、じゃこれ、じゃあ、この U の方をプラスイプシロンして、V の方をマイナスイプシロンするとどうなんだっていうと、その更新後には、相対変数になった U の方は YU プラスイプシロンになるわけです。で、V の方は更新後は YV プラス、YV マイナスイプシロンになるわけです。で、そうすると、この左側の式から、この更新した後の相対変数の値は、再び CUV に等しいということになります。つまり何を言ってたかっていうと、更新した後であっても、この、相対変数の和が CUV と等しくなるという等式は満たされ続けます。満たされ続けます。つまり何を言ってるのかっていうと、今 H の辺という形で、このグラフに書いてるんですけども、H の、次の反復における H、を作ったときには、この赤い辺と青い辺はその H の中に残り続けます。残り続けます。赤い辺も青い辺も残り続けます。特に青い辺は残り続けるので、次の反復で作った H における最大マッチングの辺の数というのは、元々の H における辺の数を下回りません。だからその H っていうのをどんどんこの反復によって、作り変えていくんだけども、そこの H、新しい H ができていっても、最大マッチングの要素数が減ることはなくって、最大マッチングの辺の数っていうのは、広義単調増加になります。単調非減少になります。それは重要な性質です。なんかその M の要素数っていうのは必ず、下がりません。下がりません。っていうことが言えます。で、そうすると、この相対変数の更新ですね。このイプシロン上げる下げるっていうのをやるときに、このギリギリまで行う、その一番大きく行おうとすると、何が起こるかっていうと、この新しいところに変が生まれるわけです。何かっていうと、この新しい、ですね、この、もともと YU プラス YV が CUV 未満だったところが、例えば、YU プラスイプシロンプラス YV プラスイプシロンという形で、両方とも相対変数の値が大きくなって CUV と等しくなるということが起きると、そこで新しい辺が生まれるわけです。新しい辺が生まれます。で、その時に何が起こるかっていうと、その時に先ほどのようなこういう辺ができると、ここに、増加度ができるっていう形が、その新しい H において生まれるので、最大マッチングの要素数が必ず増えます。いいですか？それが次のページに書いてあって、その相対変数の値を増やすことによって、新しい辺で、G の辺で、YU プラス YV イコール CUV を満たすようなところができると、
ここら辺にこうできると、それによって、新しい増加度ができるので、最大マッチング素数が1増えます。やりました、ありがとうございますね。で、そのように、この相対変数の値を増やすってことも、増やすことによって、イプシロンが決まる場合もあるし、イプシロンもできるだけ大きくしようと思って大きくするんだけども、この縮約によって、得られた頂点に対する相対変数の値が0を下回ってはいけないっていう条件に引っかかって、この新しい変が増えずに、このイプシロンの、増加が止まる場合があります。止まる場合があります。で、そうすると、その場合にはこれですね。その縮約で得られた頂点に対して YV イコール0となって、そのイプシロンの、増加が止まる場合があります。でそうすると、この YV っていうのはもともと縮約で得られていた頂点だったので、アルゴリズムではこの縮約の解除を行います。で、この解除が行われ続けていると、先ほどのように、その増加度が見つかる部分に変が足されるということがなくなるので、最大マッチングの要素数が増えるということが起きないんですね。で、これがずっと起き続けると、最大マッチングの要素数が増えないので困るわけです。しかし、そのような解除っていうのは、たかだかこの縮約で得られた頂点の数しか起こりません。で、縮約で得られた頂点の数っていうのは、先ほどのラミナー族の話から 2× 頂点数しか多くてもないわけです。だから、その 2× 頂点数回、その縮約された頂点のその縮約を解除するっていう操作をする、し終わったら、YV イコール0となるっていう形で、イプシロンが定まるということは起きなくなります。起きなくなるので、その後には必ず増加度が見つかります。最大マッチングの素数が大きくなります。つまり、何回かこの相対変数の更新を行うんだけども、更新を行って、この縮約の解除が行われるか、増加度が見つかるかってことが、最大マッチングの要素数が増えるってことが起こるんだけども、この縮約で得られた頂点の、解除が起こるっていう可能性は、多項式回しか起きません。だから全体で、何を言ってるのかというと、これですね。たかだか、その 2V 回の縮約の解除を行うと必ず最大マッチングの要素数が1以上増加するということがわかります。で、最大マッチングは、はじめは、最大マッチングの要素数ゼロかもしれませんけども、最終的には、これが1ずつ増加していくと、最終的に完全マッチングが見つかって、完全マッチングにおける変の数っていうのは、頂点数は、頂点数割る2になります。2分の頂点数になります。だからその最大マッチング要素数が1増えるっていうのは必ず 2×V 回の縮約の解除を行った後に必ず起こるので完全マッチングが見つかるまでの反復回数っていうのは縮約の解除の最大数×完全マッチングの変の数で上から押さえられます。これ V です。という形で相対法が多項式時間アルゴリズムになるっていう結論が得られます。と、ここに書いてあります。今の説明はちょっと抜けがあって、今正しいかのようにこれ言ってるんだけども、じゃあここまでいいですか？まあ抜けがあると言ってるので、今の話の中でちょっと間違いがあるんですけども、あ、ここまでなんか雰囲気はいいですか？雰囲気はどうですか？で、何がいけないかっていうと、先ほどのその変が増えるところなんですけども、先ほどは変が増えて、ここに、変ができれば、この、増加度ができて、完全マッチの予想数が増えますねっていうふうに言ったんだけども、実は、このプラス同士の、この、プラス同士のところを結ぶ新たな変っていうのは、この増加度ができるように、増えるだけじゃなくて、もしかしたら、ここら辺にできる可能性があるわけです。で、ここにできるところ、増加度は実はできなくて、ただ単に、これは花ができるだけになります。で、花ができると増加度できないので、完全マッチングじゃなくて、最大マッチングの要素数増えません。増えません。だからこれ困るわけです、実は。で、実際は、これ説明してなかったことがあるんですけども、何かっていうと、この主相対法では、この、相対変数を増やしていくときに、このように花ができたら、その段階でこの花を縮約します。その段階で花を縮約します。
で、それをすると、それをすると、で、その花を縮尺して、先ほど、元々の承知法にあったように、そこに接続している辺の費用も、変えます。変えるってことをします。で、それも込めてやると、イプシロンの、値を上げたり下げ、上げているときに、途中で止まるのは、この増加度ができるような場所に辺が増えるか、あるいは元々縮尺していた焦点の総数変数の値がゼロなのか、どちらかになるということが言えます。だから花ができたときには、そういうふうにその総数変数を更新しているときに、同時に花を縮尺するということをやらないといけないことになって、それは先ほどの承知法の説明のところでは言ってなかったんですけども、実際はそれをやる必要があります。という形で、定理ですね。一般グラフの最小費用完全マッチング問題に対する承知法は多項式時間で必ず最小費用完全マッチングを発見するということが言えることになります。これもエドモンズの、65年の論文に書いてあるということになります。これで我々の目標、この1学期間の目標は達成されたということになります。いいでしょうか。ちょっと雰囲気でしかお伝えしてないことが多いので、細かいところはあんまりやってないっていうのは私も認識してるんですけども、まあ今日とか、この承知法の話は割と雰囲気を伝えるところに主眼を置いてます。割となんか細かくやると本当に細かくって、ちょっとこの授業時間では足りないので、まあこんな感じになってます。では、この講義のまとめをしようと思います。この講義はこの4つの問題を対象にしていて、最終的にはこの一般グラフの最小費用完全マッチング問題に対する多項式時間のアルゴリズムを与えるということをしました。その時にはこの承知法ですね。つまり、費用なし問題のアルゴリズム。この最大マッチングアルゴリズムと線形計画法の考え方を組み合わせて使うということが重要だったということがポイントです。で、このようにして解かれる問題っていうのは、組み合わせされてきたの問題っていうのはたくさんあります。で、まあ、その一つの例をこの講義ではご紹介したということになります。で、ここまでは1960年代の話なんですよ。このエドモンズのアルゴリズムをもう一度戻りますと、これ65年って話なんです。これ私すら生まれてない。本当にその古典的な話なんですね。今もう2021年ですからね。で、そうすると、まあ、これは本当に古典的な話で、この後にその組み合わせ最適化の理論の研究っていうのはすごく進んでるわけです。で、まあ、この、まあ、すごく進んでる話っていうのを、話すことは、この離散最適化基礎論という、講義の枠組みでは望まれてないことなので、そこはもちろんしないわけですけども、まあ、こういうことがありましたってことを一応3つ言っておきます。1つ目。組み合わせ最適化において連続最適化の技法を用いることは当たり前になってます。つまりですね、この講義、離散最適化結論とかって言ってるんですけども、もうそもそもですね、我々、最適化の研究者っていうのは、離散最適化とか連続最適化ってことの区別を、もうしてる時代が終わってるんです。終わってます。だから、これは離散だとか、これは連続だとかって言ってるのは、もう古すぎます。もうそういう話はもう1970年代ぐらいで終わってて、この21世紀の時代にですね、これは連続最適化、これは離散最適化ってかって言ってるのは、もう時代遅れすぎて話にならない。っていう時代になってます。ので、この組み合わせ最適化において連続最適化の技法、だから、この講義の場合はその線形計画法ですね。を使うってことは当たり前であって、むしろそういうのを使わずにアルゴリズム設計をするっていうのはほぼ不可能になってます。で、今はこの言ったのは、組み合わせ最適化や離散最適化において連続最適化の技法を使うっていうことを言ってるんだけども、一方でその連続最適化の方から見ると、その連続最適化の応用先として組み合わせ最適化や離散最適化っていうのがあるっていうような立場になったりしています。だから、その連続最適化の方の、実際そのベンチマーク問題とか、そういうものの中に離散最適化から出てきている問題が多くあります。で、そういうことが、まあ、理論化されていって、まあ、多面体的組み合わせ論とか、凸体の幾何学とか、まあ、拡張複雑性とかって話があって、まあ、この辺の話は、ちょっと、まあ、難しい話であって、まあ、この、離散最適化基礎論の話の範囲を超えるという感じになります。で、次の話ですね。この、承知法っていうのを紹介したんですけども、この講義では、承知法を使って、最小費用完全マッチング問題っていう問題を解くという話をしました。
ここで解くというのは、ちゃんと最適解を見つけるということを意味しているんだけども、実際、この主張追放を使って、その最適解を見つけるんじゃなくて、最適解に近い解を見つけるという、近似アルゴリズムの設計であったり、オンラインアルゴリズムというような、将来どのようなことが起こるかわからない、その不確実性があるような状況におけるアルゴリズムの設計っていうのが、この主張追放を使って行われるというような、研究の成果も上がり続けていて、上がっていて、これも、このもう21世紀では当たり前になっています。そういうもの、そういう手法を使うというのは当たり前になっています。これはですね、線形計画法という道具がですね、どれだけ、重要なのかというか、どれだけその役に立つものなのかということを教えてくれていて、本当にその線形計画問題っていうのはいろんな構造を持っていて、その構造を豊かに使うことで、いろんな問題が解決できるってことを、まあ、示しているいい例にもなってます。これ二つ目。で、三つ目。これはですね、縮約というアイデアの話です。花の縮約というアイデアが、そのエドモンズの考えた、ものだったんですけども、このアイデア、この縮約をするってアイデアは、この組み合わせ最適化においては、これも当たり前になってます。当たり前になってます。で、同様のアイデア、この縮約をするっていうアイデアが、様々な組み合わせ最適化問題の解決に使われるようになってます。で、これも、まあ、ほぼ必須のアイデアと今はなっているという感じになっています。まあ、これ以外にも、組み合わせ最適化の理論研究っていうのは、いろんな、方向に進んでるんですけども、この半年間の講義の内容から、まあ、関連する話としてお伝えしたかったのは、最後のページとしてお伝えしたいのは、この3つのことになります。なので、まあ、この、講義を勉強して、のことを勉強して、その後、組み合わせ最適化自体に、興味が出てきたなっていう人がいらっしゃったら、まあ、こういうような方面の勉強ができる可能性もあるかもしれないということのお話をいたしました。はい。では、これで、この半年間の購入は終わりになります。